は。お箸はあるかにゃん。ここに。ねえ、デザートはバナナでいいかな。くっ。
わからんってどういうことよ。助手であるお前に教えてやろう、クリスティーナよ。仮説を検証するためには度重なる実験を行わねばならないのだ。それも気が遠くなるほどのな。要するに調子に乗っていっぱい送りすぎてわからなくなったってことか。違うぞ。実は実験の最中にこの右腕が暴走。またやかましい。マッドサイエンティスト自称するなら実験くらいちゃんとやれ、この中二病。大丈夫だ、問題ない。これも俺に与えられた試練だ。なあ、これ時期のこと大したことではない。あ、シュタインズゲートの選択だ。エルプサイコングル、トゥットゥルー。ねえねえ、オカリン、オカリン。だからマユリオ、俺は不法院教魔だと何度言えばわかるのだ。オカリンはオカリンだよ。それでどうしたマユリ。ええではない、用があったから声をかけたのだろう。あ、そうだったね。ああ、そうそう、そろそろ用意ができたよって。用意？だからね、宴会の用意できたのです。よし、これより第89回円卓会議を始める。
そんなに新しいガジェットのことを知りたいのか。にゃににゃに、もしかしていよいよ新作ガジェットの発表かにゃ。なんだフェイリス、お前も知りたいのか。だってそのために大変なところをわざわざ集まったんだにゃ。大変なところ、どうした。もしかしてフェイリスさん、なんか大変なことでもある？あ、うん、なんでもないにゃ。本当に？僕でよければいつでも力を貸すから言ってほしいよ。ありがとにゃ。でも本当の本当になんでもないから気にしないでほしいにゃ。おかしいな、エロゲならここでダル君素敵ってフラグが立つところじゃね。ガジェットのことにゃ。僕も聞きたいです。岡部さん、じゃなくて京馬さんたちが作ったガジェットのこと。そうかそうか、どうやらお前たちにもようやくラボメンとしての自覚が芽生えたようだな。では解くと聞くがよい。新しいガジェット、それは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 、ダルよ、説明を頼む。自分で説明しないのかよ。だから言ったではないか。 D メール実験のせいで俺のここ数日の記憶は現状とは違っているのだと。ああ、そっか。それにしても言い出したオカリンが覚えてないってのは不思議な話だ、やっぱ。え、岡部さん、もしかして記憶喪失なんですか。違うよ、ルカ君。オカリンはね、なんだっけ、イーティング、ヒーリングシュタイナーだ。そうそう、そのシュタイナーっていうのなのです。マユシマユシ、今のシュタイナーってのもう一度。もっと上目遣いでお願いするように。やめんか、この変態。したいな。真由にもしなくていいの。違うにゃん、もっと切なそうに言わなきゃダメだにゃん。って、お前もか。ねえねえ、今のってどういう意味なのかな。とにかくダルよ、新作ガジェットの説明を頼む。そうでした、サーセン。それじゃあまずは、これはまた。どうしたの、オカリン。頭でも痛い？そうではない。何なのだ、この妙竹林なガジェットの数々は。妙竹林？
そうだ、どれもこれも全く使い道がなさそうではないか。言っとくけど、これに関しては全部オカリンの発案だぜ。なんと素晴らしい発明品の数々だ。さすが鳳凰院教馬、自分の才能が恐ろしい。自演をつ。え？え？あ、あいや。ねえ、岡部凛太郎、これって触ってもいいの？そうだな、お前たちもラボメンなのだし構わんだろう。やった！ねえみんな、遊んでもいいって。ねえねえ、ルカくん、この傘があればどこかに忘れてきても大丈夫ってことかな。うん、でもこれってビニール傘だから、作るコスト考えたら買った方が早いかも。ここで開いてもいいかな。あ、危ないからいきなりガバッと広げないで。ガバッと広げないでとか、そっちの趣味はないはずなのに、そんなことを言われたら悔しい。でも興奮しちゃう。ビクンビクン。だから変態発言は自重しろと言っとるだろうが。あれ、このメガネなんかかけてもかけなくてもあんまり変わんないんだけど。ほんとかにゃん、フェイリスも試してみるにゃん。ちょ、メガネっ子フェイリスタンとかレアすぐる。ちょっと、キリュウさん、何してるの？ん？何って、これを動かそうかと思って。クリスティナ、今すぐその女を止めろ。そんなものを部屋で試されては。ダメよキリュウさん、それ以上やったら部屋の中が甲羅まみれに。さんま氏やつし、なんてことをしてくれたんだ！ごめんなさい。ちゃんと掃除するから。当たり前だ！すごく冷たいです。わあ、炭酸ってすごいんだね。マユシーはびっくりなのです。もうびしょびしょに濡れちゃったよ。あ、アマネシー、今の濡れちゃったってのもう一回やろう。
なぜなら俺はフローインキューマだからな。理由になってねえよ。それじゃあ私もこの辺で。クリスチャンも帰っちゃうの？ううん、私はまだ完成させなきゃいけないガジェットが2つほどあるから。何？まだこれ以上に新しいガジェットを作っているのか？だから全部あんたがやれって言ったんだろうが。だから俺は知らんと何度言えばわかるのだ。状況が変わろうとあんたはあんたなんだから、グダグダ言うな。とにかく資金難を何とかしなきゃならんのならつべ。それで一体その他のガジェットとは何なのだ？それは、それはやっぱ言わね。何？どうせ知らないんなら、できてからのお楽しみってことにすりゃいいんじゃね。その方が面白いし。あ、なんなら自分で考えてみれば。自分が作ろうと思う。自分で考えてみ。あ、何？もしかして分かったとか？なかなか面白くなってきたではないか。お前たち、未来ガジェットの未来は明るいぞ。なんだ、諦めたんか。諦めたんだね。細かいことは気にするな。それよりも宴だ。今から宴会を始めるぞ。ちょ、今からってもう終わろうかってとこじゃん。おかりん、大丈夫？ほら、ルカ子もシアツシも乾杯だ。
ちょっと岡部うるさい。